はい、今回もルームツアーをスタートしていきましょう。今回は、サンモール下北沢のお部屋です。玄関入ってすぐにこういった階段がありますね。動画後半はですね、1階部分のドアを開けたらお部屋というパターンも用意しておりますので、皆様ぜひ最後までご覧くださいませ。お部屋探しのハートサポートはですね、初期費用がとてもお得な物件を YouTube 上で最速でご紹介したいという考えのもと、ちょっと雑な編集になっている部分ありますが、そこはご愛嬌で皆様お楽しみいただきたいと思います。というのもこちらの物件、後ほどホワイトボードを使って初期費用のご説明をいたしますが、初期費用1000円お支払いいただくことで契約可能な物件なんです。さらにフリーレント2ヶ月付き、賃料無料期間のことですねがついている物件ということで、皆様からの問い合わせをぜひお楽しみにお待ちしております。はい、ロフト部分見ていますね。早速ですが設備を先にご紹介いたします。専用ゴミステーション、自転車置き場、エアコン1機、システムキッチン、インターネット無料、浴室暖房乾燥機付き、室内洗濯機置き場、テレビモニター付き、インターホン、バルコニー、洗浄機能付き暖房便座という方です。はい、先ほど映像流れましたが、目の前がですね、駅のホーム、まあ、そうですよね、こちら小田急線下北沢駅、あ、ごめんなさい失礼しました、京王井の頭線新代田駅まで徒歩1分なんです。まあ、そして今申し上げたですね、小田急線下北沢駅まで徒歩10分、駅近の物件ですね。周辺環境を調べました。成城石井下北沢西口店さんが平日朝の9時から夜の11時まで、土日は朝の9時から夜の9時まで営業。そしてファミリーマート新代田駅前店さんがですね、もう駅近ならではもう近くにありました。なので買い忘れた時はこちらが便利かなと思います。また美味しい食事どころないかなと調べてたんですけれども、近くにですね、ラーメン二郎神奈良新大田店すいません、ラーメン二郎神奈良新大田店さんがありました。ラーメン二郎行ったことないんですけれども、美味しそうでしたね。もう近くに行ったら通いたいなっていう風なお店です。はい、でこちらなんですけれども、木造2階建て全10戸が2021年9月1日築ということで、出来たてほやほやです。9月10日本日最新の図面見ましたが、残り9部屋募集中とのことです。はい、おしゃれなお部屋です。平米数的には 18.76 平米から 25.80 平米までありますね。でこちらが階段台。はい、それではですね、動画後半へ続きます。皆さんこんにちは、いわきです。ご覧いただいているお部屋は世田谷区の新代田駅まで徒歩1分の新築デザイナーズアパートです。それでは引き続き動画をご覧いただきましょう。はい、こちらがサンモール下北沢のエントランス外観部分になります。はい、おしゃれな雰囲気ですね。それではホワイトボードを使って初期費用のご説明をいたします。サンモール下北沢の初期費用の説明をいたします。お宅情報はこちらです。つまりですね、一日契約開始日の見積書になりますが、2ヶ月分のフリーレント、2ヶ月分値引き、2ヶ月分値引きということで、合計値引き額25万円、初期費用は1000円でご紹介いたします。はい、こちらが1階部分になります。前半はですね、2階のお部屋の全体を見ていきました。後半は1階部分の部屋、はい、もう駅のホームが見えています。ウォーキングクローゼットですね、明るいですね。はい、こちらが初期費用1000円、フリーレント2ヶ月付きで契約できるということで、すぐもうルームツアー取りに行こうというふうになりました。はい、
皆さんからのお問い合わせお待ちしております。今回のルームツアー動画は以上となります。次回のルームツアー動画もお楽しみにお待ちくださいませ。